8時になりました。週明けの株式投資に向けて、日銀マイナス金利解除で上がる5銘柄と新入社ランキングについてお伝えいたします。まず、新入社ランキング。マイナス金利解除で上がる5銘柄。マイナス金利解除の角度。これまでの動き。過去3回の関連銘柄の動き。7月28日に動いた銘柄。 10月31日に動いた銘柄マイナス金利解除で上げそうな5銘柄この順でお話しいたしますまず新ーサランキングこれは本日更新された SBI 証券の新ーサランキングです第1位が三菱 UFJ 第2位が JT 第3位が NTT そして KDDI トヨタオリエンタルランド 日本製鉄、水ほ、三菱 HC キャピタル、武田薬品。毎回驚かされるランキングですが、今週は珍しく無難な銘柄ばかりになっています。強いてあげれば三菱 HC キャピタルの初登場ですが、これは有名な有料高配当株ですので、特に驚きには値しないかと思われます。 現在の配当利回りは3.6%前後で高配当株というほどの利回りではなくなってしまいました。次にマイナス金利解除で上がる5銘柄。まずマイナス金利解除の角度。これは昨晩20時58分に共同通信から出された記事です。日銀、マイナス金利解除へ17年ぶり利上げ。 19日決定。日銀が18日、19日に開く金融政策決定会合で大規模な金融緩和策の柱であるマイナス金利政策の解除を決める見通しとなったことが15日分かった。決定すれば2007年以来17年ぶりの利上げで金融政策の正常化を開始する 転換点となる。連合が同日公表した今春闘の平均賃上げ率は5.28%と33年ぶりの高さで、日銀は賃金と物価が揃って上昇する好循環が実現する角度が十分に高まったと見ている。日銀はマイナス金利政策を解除した後も、 緩和的な金融環境を維持する方針で事実上のゼロ金利政策に移行することを想定している。金融機関が短期金利に連動する変動型の住,住宅ローンや企業の借り入れなどの金利を上げるかどうかが焦点となる。このような記事が出ています。そして先週木曜日はこのような記事が ブルームバーグから出ています。日銀の3月か4月のマイナス金利解除、一部の政府関係者が容認せそしてその6日後、3月13日は毎日、毎日新聞からマイナス金利解除へ環境を整った日銀関係者、春を情勢受け。 一連の記事の動きから考えて、ショックを和らげるための意図的なリークがされており、3月19日金曜日はマイナス金利解除がされると考えて良いかと思われます。3月下旬からは円高メリットが動くかもしれません。次にこれまでの動き。 日銀はマイナス金利解除に向けてこれまでに3回動いていますまず12月20日この時はまだ黒田総裁の時でしたが YCC の上限を0.5%に引き上げそして7月28日 YCC の上限を0.5%から1%に引き上げ10月31日この時は YCC 最終性を決定しています。1%の上限を1%を目処としました。そして今回が5ヶ月後の3月19日となります。これまでの動きを追うと、にこちらは、えー、日本の国債10年物の,の金利の動きです。このように12月20日、 0.5%の引き上げを決めたときは、切り立ったような明確な上げとなっています。そして7月28日、このとき1.0%の引き上げを決めたときは、やはりこのように明確な上げとなっています。しかし10月31日、1%を上限メイドとしたときは、明確な上げにはなっておらず、 しかもその後にに下げに転じています。この低下の理由はこちらは日本国債10年ものの動きそしてこちらがアメリカ国債10年ものの金利の動きですこのようにすでに5%に達していたアメリカの金利がピークを打って低下し始めていたことが原因だと思われます 次に過去3回の関連銘柄の動き過去3回の動きを見るとまずメガバンですが三菱 UFJ で動きを見ると12月20日この時はやはり明確な上げとなっていますそして7月28日この時も明確な上げとなっていますししかし10月31月日 この時は不明確な状況となっています。そして保険。保険については T&D で見てみますが、12月20日、この時は明確な上げになっています。7月28日、この時も明確な上げになっています。しかし、11月6日、あ、10月31日、この時はあまり明確な上げにはなっていません。 そして、地銀。地銀は千葉銀行で見てみますが、12月20日、この時は明確な上げになっています。7月28日、この時も明確な上げになっています。しかし、10月31日、この時は明確な状況にはなっていません。そして、円高メリット銘柄。これはニトリで見てみますが、 10月20日、この時は不明確な状況です。そして7月28日、この時も明確ではありません。10月31日、この時も明確にはなっていません。日銀の動きと各銘柄の動きですが、12月20日、7月28日では割と明確だった関連銘柄の 株価の上昇が10月31日はあまり明確ではありませんでした。このメドという不明確な発表だったこととアメリカの金利が下がり始めていたからなのかもしれません。次に7月28日に動いた銘柄。この時は市場の変動が大きかった時です。先ほどの えー、国際10年ものの金利で見ると、ここの1、1です。メガバンの三菱 UFJ だ,だと、このように明確に上がっています。そして T&D もこのように明確に上がっています。千葉銀行も明確に上がっています。まず銀行株ですが、 値上がり率で見ると、第1位はリソナホールディングスでした。断トツの8.2%の上昇です。そして第2位が楽天銀行7.2%、そして三菱 UFJ が5.3%、みずほが4.8%、三井住友フィナンシャルグループが4.3%。このように リソナがダントツ、かなり、えー、差が開いて3メガバンクが上げたというような形になっています。次に保険。保険は T&D が7.5%の上昇。第一生命が7.2%の上昇。そして漢方生命はかなり差が開いて4.8%の上昇となっています。 一番上げたのは T&D でしたが、リソナの8.2%から比べると低い状態になっています。そして地銀。地銀はトップが東京キラボシでしたが5.6%。リソナの8.2%と比べるとはるかに低い状態です。そして第2位が福岡フィナンシャル5.0%。 そして千葉銀行の4.7%が続きます。そして円高メリット銘柄の方は値上がり率第1位がワークマンでしたが値上がり率は2.6%非常に低い状態でした。この7月28日の動きをまとめるとこのような形になります。大きく上げたのはリソナの8.2% D&D ののの7.5% 7.2% 7.2%、そしてて第一正面の、楽天銀行のとなっています。次に10月31日こちらも同じように見てみます国債の金利の方はこのように不明確ですが上げていましたメガバンはこのように不明確な状況です そして T&D 保険も不明確な状況です。そして地銀の千葉銀行も不明確な状況です。まず銀行株ですが、値上がり率第1位は楽天銀行でした。4.3%の上昇。次がゆうちょ銀行3.6%の上昇。銀行株では、えー、楽天銀行が 値上がり率第1位でしたが、値上がり率自体は4.3%で、それほど大きくない数値となっています。前回8.2%、大幅に上げたリソナは2.1%で、かなり後退している状態でした。そして地銀。地銀は第1位が地元ホールディングス。 10.5%の大幅なな上げとなりました。そして第2位が島根銀行8.1%の上昇東北銀行7.3%の上昇筑波銀行6.8%の上昇このように全体的に大手銀行よりも地銀が上げた状況でしたそして保険保険の方は第1位が やはり T&D ホールディングス値上がり率は4.7%そして第2位が FP パートナー値上がり率は4.6%第3位が第一生命3.8%そして円高メリット銘柄ではトップは HIS でしたが値上がり率は3.5%でそれほど大きくない状況でした この時はこのように保険と銀行をまとめると1位は、えー、一番値上がりしたのは T&D ホールディングスで4.7%これに対して地銀が非常に上げており地元ホールディングスが10.5%島根銀行が8.1%東北銀行が7.5% 地銀、地銀が大きく上げている時でした。地銀が突出して上がった理由はよくわからないのですが、この頃アメリカの金利が天井天井を打って下落し始めていた頃でしたので、海外での収益比率が高い大手銀行より国内収益がメインの地銀が買われたのかもしれません。 また、地銀で値上がり率第1位の地元ホールディングスは、この頃他の要因で急騰が立ち上がった時期ですので、対象としてはあまり良くないかと思います。次に3月19日、マイナス金利解除で動きそうな銘柄。以上のデータから3月19日のマイナス金利解除で動きそうなのは、この5銘柄かなと思いました。 銀行ではリソナ、リソナ、そしてゆうちょ銀行。保険では T&D ホールディングス。地銀では島根銀行と東京きらぼし。値上がり率で見ると楽天銀行も入るのですが、楽天銀行は複雑な面があるため除外いたしました。大手銀行が来るか、地元銀、え地銀が来るかは非常に難しいところです。 これらの銘柄は全場までは期待、期待上げで上がるように思えますが、しかしかなり折り込まれると思われますので、昼、えー、昼に速報で結果が公表された後は上か下かはわかりません。折り込まれすぎた場合、発表後に急落する可能性があるので、全場で一旦ポジションを解消し、 昼の発表を見てから再度入るかどうかを考える方が安全なように思われます。週明けに向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。